16世紀に作成された北欧の海図、カルタマリナモスケンの渦潮は一層の小舟を巻き込んだ形で描かれている。メールストロムは、ノルウェーのロホーテン諸島は、モスケン島周辺海域に存在する、極めて強い潮流、及び、それが生み出す大渦潮を指す語。ノルウェー語で、モスックエヌのイからなる、最寄りの透明モスケンと、同じく、現地語では、 モスカンストローマンなどとも呼ばれ、これを日本語では、モスケンの渦潮と訳す。現代では、語義が拡大し、特に場所を特定せずに、海の大規模な渦潮全般を指すこともある。モスケン島周辺の眺望、渦潮が発生している。伝説の怪物クラーケンがこの渦巻きを起こすと言われる。ジュールベルヌや、 エドガー・アラン・ポーといった作家により、誇張して描かれ、船や人を飲み込むとされた。ベルヌの小説、海底に万里では、潜水艦のオチラス号が、渦巻きの中に消えていく結末が知られる。ポーの小説、メール・シュトレームに飲まれては、その描写が事実に基づくものと誤解され、一部が、百科事典に流用された。ありがとうございます。